はい、JJ ワークスへようこそ。今日は牛乳パックを使ってこちらのクレーンゲームを作っていきます。これはこの上の部分を傾けると閉じたり開いたりできます。こんな感じでカプセルを捕まえることができます。作り方も簡単なので、興味のある方はぜひやってみてください。それでは作っていきましょう。材料と道具の紹介をします。材料は牛乳パックが2つ、そしてカッターナイフとハサミとガムテープ、あと穴開け用パンチ、ホッチキス、タコ糸です。そして穴開け用にキリなどの先の尖ったものを用意します。
この上の部分が水平の時に下のこの隙間が3センチぐらいになるように調整します。これで完成です。はい、クレーンゲームの作り方いかがだったでしょうか。牛乳パック以外の材料はすべて100円ショップで手に入ります。またわからないところがあればコメント欄で質問してみてください。この工作が気に入ったら、高評価、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。